はい、じゃあそろそろランバトやりますんで、エントリーまだの方アカウントへ来てください。Fight!
ありがとうございます。はい、じゃあそろそろランバトやりますね。まあエントリーは大丈夫ですかね、うん、いや今日は18人かな。あ、じゃあね、今日は第3週なんで、まあ、紅白戦。はい、じゃあね、今日は20人ってことで、まあ、10対10の紅白戦ですかね。じゃあリーダーとかやりたい人はおらんね、おらんね。Round 2, fight! Back home! Back home! Back home!
Seven.
はい。じゃあね、チーム決め終わったんで、そろそろ始めます。まあ、じゃあ、赤チームが、バイパー、山本、おちゃる丸、中野、金子、デレロ、中島、カワシム、コテ、スギですね。で、もう一個の方がマジックミラー号、小江戸、トモザ、トーコン、クレジン、ハク、長州、グッチ、破天荒、ハゲですね。じゃあ 1P2P どうしようかな。1P、2P どっちがいいですか？じゃあね、そろそろやりますか。今日は20人な、どうしようかな。2キャラ2回でもいい。まあ2回でいいか。じゃあ今日はエキシビジョンなしで1人2回クピー。はい、じゃあ、配信台は最後にしてください。今日は1人2回で、エキシビジョンはやりません。やりませんので、確実に2回やりたい方はもう早めに、もう自ら入っていってください。
じゃあどんどんやりましょうね。じゃあ本日のランバト始めます。じゃあ先方は どなたが、お、2P 側の方はおちゃる丸くんが先方。 1P どうしますかね。行きたい人が行っちゃっていいね。あ、じゃあマジックミラー GO。 じゃあ始めてください。さあマジックミラー GO の龍対おちゃる丸くんのザンギ。ザンギ、はい、大会始まりました。さあ龍ザンギですね。これはまあいい勝負ですかね。若干ザンギ有利なのかな。あ、昇龍打ちますね。真空から、あ、足払いが通る。あ、マジックミラー GO1 ラウンド選手。はい、飛び膝からスクリュー入って、もう一回ここは昇龍打っていた。おーっと、フライングパワーボム。さあ逃げたところを捕まえて、さあ1-1。おー、足払い潰し。あー、勝ったのはおちゃる丸くん。はい、ワンピー、次は行かない。あ、じゃあクレイジンさんもうどんどん行っちゃってください。今日はエキシビジョンやらないんで早めに行ってくださいね。皆さん連続2回とかでもいいんで。まあクレイジンダルシム、あ、はめていく、はめていく。おちゃる丸くん無慈悲なはめで1ラウンド取っていく。まあ、なんとかダルシムペースをね取りたいですね、この遠い距離で。さあ今度はクレジンダルシムがいい感じに処理していく。さあいい感じでザンギを処理。さあ開幕さえしのげればもうダルシムユーペースか。俺は覆ることはないのか。さあ立ち置け体育強い。しかし体力はほぼ同じぐらい。まだ何があるか。どうする、ダヨシ通る、飛び飛び飛び、バッタとなる。ああ、おちゃる丸ザンギ勝利。さあ中野ホンダ、トネピーホンダっすね。ちょっと早いですね。
すいません、これ同じチーム同士で戦ってますよ、これな、な、仲間割れがまさかの始まってますけどはは仲間割れシステム新しいですね、これ裏切り者なしはじゃあ、じゃあ、今言い訳させてもらうと山本さんが言ってみたいな顔して言ったからちょっとおかしくないですか。じゃあとなんかじゃあ中野さんのライフがこれで一つなくなるということで、おかしいでしょ、おかしいでしょなんで止めてよ、俺を止めろよ、そのなんだよなんで顔、いや中野さん行くのちょっと早いですよとか言ってそういう話じゃないでしょ。あ、じゃあとりあえずあの倒しちゃってください。おかしいだろ、まさか味方を送り込むとは。意味が分かんない、意味が分からんわ。そんなことってある、そんなことって味方が味方を送り込むという謎の展開はい、ワンピー側、お次はハゲ行きますか。そんなことある、聞いたことないよ俺、はい、仮にも、しかもこれ 2P 側リーダーみたいな感じじゃないの、山本さんって。こんばんは、川島です。違うの、リーダーかなんかでしかも今中野さんホンダで入っとって、いやだからホンダで入ってみたいなことを言うから、あ、じゃあいいっすよっつって、おかしくない？さあ、仕切り直して入っていったのはハゲさんですね。ハゲさんの、エッサガこれ負けれないですね、エッサガね。残儀エッサガってもう 10-0 でしょ。まあ、8ぐらいはありそうよ。いやー、1位ないと思いますよ。 0.5 もあるかないかね。そんな感じだよ。1位でしょ、これ。ハゲさんって何のゲームやってたか知ってます？知らない。マグカップ2らしいです。あ、マグカップね、はいはいはい。まあ、このゲーセンの店長やってる、店員やってる以上は何かのゲームやってたんだろうと思うんですけど、マグカップ、マグカップ、まあ他にもやってたんでしょうけど、まあマグカップ2は結構やってたっていう話は。なるほど。結構でもないらしい。でもさっき話聞いたら、はい、そんなでもないよって。そんなでもないよ。日米決戦ってあったじゃないですか。あったんですよ。あ、マグカップ2の、はい、あの倉橋ジョンチョイがやってたやつ。あれって他のゲームもやってたんですよ、X 以外にも。はいはい。それのマブカップ2で出てたみたいです、日本代表。え、ハゲさんが？そう。マジか。マブカップ2日本代表です。え、そんなに人口少ねえの？いや、なんでその、ま、ハゲさんが上手かった可能性をなんで考えないでいや、全くなんか人そんな少なかったのって、今ちょっとひどくないですか、その発言。ちょっといやいやいや、ナチュラルに日本代表っすか。でもまあまあ、いや、日本代表になるぐらい上手かったということにしておいてくださいよ。あ、失礼しました。さあ、ちょこっと見てましたけど、今ギリギリですね、ハゲさん。なんとか勝ちましたね。いやさあ、スギちゃん、スギちゃんは、あ、男らしいですね。ダメすぎですね。相変わらず S バイソン頑張っていますが、なんかこの間 S キャラチームで出てましたね。あ、そうです、ね、あの5オン。さあ、S が相手飛んでますね。いや、飛ぶしかないんじゃないですか。さあ、落とせない、落とせないハゲさんもどうかと。多分だってあのグランドがないからね。あら、しゃがんで頑張って待ってね、上を。下タイガー、あの伸びるストレート、下タイガーにも当たるのかな。相打ちとかじゃないですかね。まあでも相打ちでもダウンするよね。そうですね。ちなみにこれスーパースト2よりあの S 差が強いですよ。キャンセルができる技が増えてるから。スーパースト2だとあの
ローキック2回目とかにキャンセルできないんで。あ、そうなんですか。そう、あ、じゃあ X の S サガが強いんですよ。スーパーの時代の S サガ、あのサガットってキャンセルできる技全然ないんで。はい、はい、じゃあ S バイソンがなんか強くなってますか。 S バイソンの方が当時は強い可能性はありますね。あ、でもどうだろう、当時だったらあのスピードがあれだから、まあサガットの方が強いでしょうね。なるほど、はい、やっぱ早打ち、なんかいい勝負になってますね。いい勝負になってますね。熱い。あー終わり。あ、終わってない。ハゲさんがパナセパナセ。あー飛んでくるが、いやーどうすんの。あー間に合った、間に合った、間に合った。ゴミの飛びが冴えてましたね。さあハゲさん倒れました。さあスギちゃんのエスバイさんが勝利して、はい、行きたい人が行っていいそうなので、で今日はエキシビジョンがないっていうことなんで、なんか使いたい、なんかふわっとしたキャラがいる人は、あっ長州さんがふわっとした残儀を使いたいという。さあ長州残儀ですね。結構のじやるたまにね、触ってますね。サブキャラの中では一番触ってる部類だと思いますけど、まあ、ほとんどサブキャラね使ってるとこ見ないですけど。見ないですね。でもなんか意外とあのあれですよ、ぐる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 回ってますよ。友の道で金子さんと A4 さんがやってた時に、あのなんかこんなんブランコ有利やろとか言って金子さんにすげえいっぱい入ってすげえいっぱい負けてましたよ。ブランカで。そうブランカで。こんなブランカ有利やろとか言って。いやまあ有利かもしれないけど。クソ負けてましたよ。まあでもなんか大パンみたいにバン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 押しますよ。ダブラリたまに出てないの受けますね。あれ受けるな。なんでピョンってピョンってしてんの。ピーラリやってんのあれ。いや違うよ、あの。レバー、あ、ピーラ、そのピーラリしてんのか。ピーラリも混ぜてるってこと。いや、多分ピーラリじゃないっつ、全部ピーラリなの。レアって言ったらピーラリでしたっけ。声が出ない方が確か、見分け方は確か声ですよね。会見の少女さん、ピーラリ出してる。ピーでしたね。ピーラリ。そう。さあ、ぐるぐる回ってるだけで、アンキー側ワンピー側じゃねえや、ツーピー側。ツーピー側ですね。好きな、みんな好きなキャラで出てくれ。これ何、2キャラ？今日は2キャラなんで、なんか最初、なんか気持ちでなんとなくやってくれ。あ、なるほどね、2キャラですね、2キャラ。さあ、デレローさん。今度こそ俺の本田でもよかったが。今度こそ。さあ、何をやるのかな。あっと、またしても S サガか、これ。お、サガットですね。はい、忘れませんデレロさんはサガットですね、サブキャラは。はい、まあメイン2回でもいいような気がしますけど。まあ、サガットを触ってくるんじゃないですかね、やっぱり。サガットなんで結構難しいと思うんですけど。まあなんか、独特の文化があって、A4 さんとかは大好きって言ってました。この微妙にね、サガットが有利かなぐらいの感じですけど、ほとんどゴブに近いと。まあファーシムさんはサガット使う方だから、そうやっぱ思います。いや、俺、サガット使ってザンギとやるとね、すごいサガット難しいんで、ザンギ売りじゃねえのって思うんですけど、ただね、強いサガットを使う、あの戦うと、俺がザンギを使って、はい、結構通常技でね、負けるところが多くて、その辺で、まあ、サガットがちょっと有利になるかもしれないけど、ザンギ側のね、タイガーに対して相打ちでもいいから足をベンチで当てる。そうですよね。OB お。さあなんだかんだ金子さんはチュンリーとリュウがね、一応サブキャラシリーズ、シリーズでは何でもいいですよ、リュウで行くって。金子リュウ延長からですよ。お、なんかできる風な今台足が見えた。あ、できる。お、やっぱマジか。なんか今すごくないですか。なんかレバー弾いてますね。弾いてますよね。弾くができる。多分色的には青サイの真似みたいな気持ちがあるのかもしれない。なんか今何気に連キャンジャンプも しましたね。これはもう死んだんじゃないですか。歩き台足、歩き台足ね、
結構強い行動なんですけど、まあ、あれを読んで残念が飛んでると災害が入る。飛べない飛べない、そういうゲームにしない方がいいよ。そういうゲームにしない方がいいっすよ。いやーでもね、歩きで足振ってくる人にはもう飛びが入るよっていう、まあね、プレッシャーをかけとかないと。お、連キャンジャンプをしてくる。さあ、相打ちを取って長州さんが1本取り返す。あ、なんか連キャンなってなってない。なってない。ちょっとガードモーションとあ、なってない気がする。今下がってたな。あ、出てない。あーあ、あーあー、2回転したのになんか下、下系が出てましたね。ボディだったら良かったと思うんですけど。あ、あ、あー、よくなった今、勝利。あー、死んだ。あー、終わった。そのレバーガチャガチャしながらボタンを押す意味はないと思いますけどね。ボタンはガチャガチャしていいと思うけど。ワンピー側が、あとはワンピー側、まあ、みんな出れるんで、ハックス君、グッチさん、ハテンコさんのサブキャラがまだ残って、ハックさんが、なんかを、なんかを使いますね。なんでしょう、結構ね、ハックスキャラ、フェイロンにしましたね。変わるんでね。フェイロンは見たことあんまないですけど、あんまないです。使えるんでしょう、使えるんでしょうね。ちなみに僕はフェイロン全然使えないんで、キャミーができるからフェイロン使える理論はちょっとわからない。コマンド一緒じゃないですよ。レックルの方がちょいムズ。はい。あ、さあ飛びが。お、なんかできる。できる男がいる。できない男がいる。削りで死にかけだったところ。ミスってレッカー剣が出てくる。さあこれには金子君が二マリ。ジャンプが違うからフェイロン、フェイロンとキャミ。そう。僕はキャミーとホンダが一緒ってずっと言ってるんですけど、キャミーとホンダは結構一緒です。はい。なんかね、なんか違うんですけど、僕がホンダを練習し始めた時はマジでキャミーと一緒でしたね。さあ、あとはワンピー側じゃなくてワンピー破天荒さんが言った、何使うんでしょうね。あ、 S 流、S 流ですね。普通の色の S 流ですね。開幕波動 S 流のが早いですね。1フレ早いですね。いや1フレ早い、いや隙が1フレ少ないんじゃない。出は一緒じゃない。出は早い、出も早い。長州さんによると1フレ早いんですけど、2フレ早いは嘘でしょ。出が嘘でしょ。それは1じゃない、さすがに。2フレも早いの、手が。まあ、S流のこの手の暗い判定は小さくなってることないか。暗い判定は一緒じゃない？うん。いやでも確かに、あのベガにチューチュー青波動ってネクリチューチュー青波動は S 流じゃないと入らないので、多分発生早いんじゃないですか。はい。硬直も短いという話なので、波動拳打ち合ってるとお互い完璧でも、そのうち竜が、X が、あ、入った入った、日頃の行い、日頃の行い。なるほど。2分の1なんでね。おっと、バックジャンプ、真空出なくて、お、あ、日頃の、あー、ここは対空昇竜。破天荒 S 流、さあ、金子流を止めて、さあ、2P 側は、じゃあ、まあ、皆さんいるんで、あ、行きましたね。ほぼ山本が、チュンリー。やばい、これ、完全数は。こっち触ってると電気ビーって。感電する？ショートするってこと？そんなことある？そんなことある？あるある。なんか、カワシムさんがマイク持ちながらビューリックスに近づくと、あの、ショートしてビリッてするって
そう、なんか怖いことを言ってるんですけど、そんなことあるのか。さあ、ほぼ山さん、S チュンリー。 S チュンリー？ S チュンリーですね。さあ、S チュンと S リュウ、どっちが強いのかな。あー、当たる、当たるんですね。え、今、決めつけでしたよね。いや、キックでしたよ、キック。キック、はい。さあ、破天荒が1本取って、さあ、前ジャンプ5キック。あエスチュンリーは基本的にあの近距離飛びになすすべはないんで、近距離中キックの出が遅いんですよ。遅い、はい。あの SX だと4フレかなんかで出るんですけど、エスチュンの近距離中キックは出がもっと遅い、6か7とかなんかすげえゆっくり出るんですよ、近距離中キックが。だから対空にならないんで。なるほど、はい。さあ、じゃあ俺が行こうかな。か結構ね、ジェネティさんなんかは近距離から相手が飛んできそうな時はもう先に垂直とか置いておいたり、もしくはくぐるみたいな、そういう対空をしますよね。はい。ホンダが行った。ホンダじゃねえや、ザンギ。カーシムさんのザンギが行った。さあ、さ、ホンダを使えそうな人、なし。ワンピー側にホンダおらず。はい。闘魂、あ、闘魂ホンダ見たことないけど。さあ大キック、コパンで止めて吸った、これを死んだでしょ。闘魂さんのホンダ全員中は看板下ろしたらしいですよ。はい。さあ今のは悪くない、ダブラリで抜けて。さあ画面端に追い込まれてはいるが、ここから粘り、粘り出る、粘れてますね。しかもね、箱があるからちょっとダメだな。座れるとだいぶ厳しいですよ。ゲーダーマガードしている。そしてダブラリが出てない。うわー、ダヤシ、いいダヤシだ。さあ逆転した。うわー、ダヤシ長い気がする。うー、当たらない、大キック。まあ、ダヤシがね、やっぱりちょっと X より強いんで、死ぬー、助けてー。しっかり画面端に投げて、もう一回。さあ、これはもうゼロドットは暗いスクリュー。さあ、これは闘魂さんがなんか何を使うんでしょうね。本当にホンダ使うのかな。チュンリーじゃない、ホンダだ。使えるんじゃないですか、ホンダ。あの、なんか見たことは確かにある気はするな。なんか、お、なんか一応、いや、狙ってる。あー、死んでない。なんかスッて落ちてきた、スッて。さあ体力リードはして、あ、しっかり頭突きを貯めてるぞこの男。削って、削って、さあ体力リードされた時にやることを知らない、あるある、あるあるですね、サブキャラホンダあるある。あ、逆転した。あとは知ってる、こっからは知ってる。あ、なんかそれは、それはダメだよ。ゲーダーン刺さる。さあ、なんかよくわからん何かが出てしまった。なん、さあ、あ、ゲージをとりあえず溜めましたね。はい、ここからゲームスタート。あー、回転の周期が悪かった。上から下段刺さって、あ、あー、スパコン吸われる。あれはわざとフェイントかけてるんじゃなくて本当に出てないんですか。本当に出てないんですね。さあ、ダイレクトリードした。あとは待つだけ、あとは待つだけだぞ。待ちきれるか、我慢の瞬間いけるか。あーっと、どっちに、どっちに落ちるかわからん。さあ体力も時間がないのでね。はいはいはい。さあいける、連打音は聞こえる、しない、体力リードした。うーん、下段はガードしている。闘魂のホンダが
ガードしている。おお、いい噛み合い。あー、しっかり頭突き張り手で削って、お、止めて、下段ガードしてるぞ。闘魂暴れないぞ。その粘り強さをチュンリーで見せてほしい。さあ、待ってる待ってる。まあ、いていて、ここから画面も押されて時間も使われて、あーっと画面端に引ってるぞ。これはハマるぞ。出ない、死んだ。今のよく画面端の方に投げましたね。とっさにやったにしてはすごい。グッチさんが言った、ブランカーなのか何か、まあ何でも使えるんでね。ダルシムにした、いいのか。ワンチャンあるぞ。ダルシムは大会でダルシム残儀は5部ですよ。はい、あ、走った走った。とりあえず気合で走りを見せていった。あーと、これはだいぶダルシムに傾いてきた。あー、もうだいぶダルシムですね。はい、はいはいはい、ピオりますよ、そろそろ。大パンタイク、あー走ったけどまだ遠い。インフィルド出さない。あーと、また走って、今度はどうする。下段死んだか。視野届かねー。あ、怖い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 。あー、バックジャンプタイク。なんか割と追い詰めますね。結構精神が削れますよ今。結構 MP 今使ったんで回復したい。あー、これだいぶ回復できましたね MP 今。大パンで相打ち取っていくぞ。下段から、うわー、知ってる知ってる。これはきつそう。どうする。あーっと、これはきつい。どうすんの。あ、あ、でも画面端じゃない。どうする。もう一回走った、死なないぞ。削り、おー、逃げる。そして相打ちは減らない。今1ドットぐらいしか減ってないんじゃない。多分多分、いや中パンチだったと思うんですけど全く減らなかったですね。さあー、大キック近づいた。頑張ってコパン。いやー、近づいてくる。うーん、なかなか。うわー、今のは通りたかった。飛び通らない。いやー、グッチがないい感じに、ここまではいい感じ。でもここからさっきから川島さんが何か、あー死んだ。あー、出ない出ない、死んだ。あー、わかんなくなった。ゼロドットゼロドット。あー、さすがに、さすがにやられた。あ、中島さんがこれ多分ホンダでしょうね。あの勢いの良い、いい座り方はそうでしょうね。結構勢いよく座ったんでホンダでしょうね。中島さんのホンダ結構ねやり込んでる、やり込んでる男なんで。さあ、あ、こ、あ、なるほど。じゃあこっちに行こう。はい、さあ、あーあーあああ、もうこれやることないんちゃいますか。さあ、どうでしょうか。これもうタイムアップまでこのままでいいんじゃないですか。あー、まあ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 、そうですね。特にね。あー、いていて、相打ちでもいいと。もうだって鬼無双すら狙ってませんでしたからね今。もうだってあれ適当になんかコパンピシッとか相打ちで死ぬからね。あ、死んだ。あー、死にましたね。あ、死にました。あ、死んでない、生きてる。回るわ、生き返った。生き返って、リビング。さあ、めっちゃ、お、うまいぞ。できる、これは結構いい感じ。うまい。うーん、大丈夫か。削って出さない。うわ、うまい。嫌な前ですこれ。いやー、しかし相打ちを取ってなんとかダルシム勝利。さあ、なかなかダルシム、ダルシムホンダっぽい。出た、ありですよね。張り手には勝つんですよね。何回かに1回ですね。お、うまい。しっかりしているこの男。ワンチャンしてるんだ。あ、あー、お、あー、あー、バン、早い。あ、でも、あー、今生きてたのに。結構、結構生きてたんだけど、
最後どうしても焦ってしまった。グッチさん亡くなってしまった。バックジャンプライバーが出るってすごい。そして小江戸さんがガイルを選びましたね。ガイルホンダはガイルなんですが、あ、死んだ、死んでない。花塩一郎がフライングメイヤー、あ、引っかかって、でもまだ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 ガイルですよ。このホンダ側なんかやりがいありますよね。いや、俺は嫌だ。フライサマーまでして全然ガイルですからね、まだまだ。あ、あーガイル、ガイル、これはガイル。あー結構ね、結構いいソニックでしたよ。ゼビアの手玉を狙ってたんですけど、厳しい、ガイルホンダの厳しさが出ている。前受けだけでかなりの体力を消耗する。うおっと、これ起きてる。うわー、クライサマーまだやる。これはちょっとやったから掴んだ方が良かったね。難しかった。さあが体だいぶ厳しい、だいぶ厳しくなってきたが、うわーサマー出ない。うわー減ってる。サマー死んだ。サマー出しましたね。さあ、2P 側、まあ、誰が言ってもいいんですが、さあ、2P 側の、まあ、一応全員、全員出れますよ、全員。バイパーさんと、あ、小手さんが、あ、中野さん、さっき死んだか。中野さんは、さっきのは、あの、さっきのは、あの、罠なので あいや、あれ、死んだことになっても別にいいですけど、いいですけど。小手くん、サブキャラ、サブキャラ扱ったことは、ほとんどない。龍とか使えるんじゃないですか、わかんないけど。お、剣だって。小手剣。小江戸ガイルだ。剣ガイルはガイル。だいぶガイルですよ。有利ですね。じゃあ剣側はもう TBS ですね。裏切りを狙っていくしかない。あ、裏切って。発生。それで、ね、ダメなんですよ。なるほど。たまーに、たまーにいいんだけどね。ダメではないけど、あれはちゃんと昇竜とか押し込んでおけってこと？ですよね。お、大キック。一文字なんかね、川又さん結構ガイル戦あれ使うんすよ。川又健は出際にそう、なんかね、大キック結構使いますね。なんか見てたら残儀でやってて、健のあれ大嫌いですよ。ほんとね、絶妙な前であれ出してるね。わかる。あ、長州キックめちゃくちゃ使ってますよ。どうなんですか、長州さん。出しっぱはダメ、ガイルにはいいの。結構、強い判定のとこやっぱ一番当てたいから、結構下り際のキュッてとこに当てたいんじゃないですか。キャラによる。ガイルはもう関係ないらしい。長州キックやはり研究されてますね。あ、あー、いていて、高め。まあ、小手くんは普段サガットを使っているので、めくりから殺すという選択肢はありません。めくり入れるけど、あー、 TBS からのスタマー。あとは台足結構刺さってるんですけどね、こう結びついてないですね。あー痛え、もういつ飛んでくんのみたいな。ガエルの気持ちになるですよ。あーと相打ち、ここは相打ちを取られて、声のガエル。あ、バイパーさんがこれは大好きな、さあバイパー大好きなガエル戦ですね。緑の方ですよね、はい、C ですね、 C 大好きなガイル戦ですからね。お、ガイル流、はい、ガイル大好きっぽいけど、やってるときいつもキレてますよね。ふざけんなよって言いながら楽しそうに対戦してるんで。あと、あー、これはかなり、あ、うまっ。おー、やーるわ、やり込んでいる男、さすが。ムナーリさんともね、ひたすらギャッす、ね、ガエル・リュウどっちも使う感じでね。そう、みんながノジェアやってるのがね、2人対マンでね、リュウ・ガエル、まあ、交代しながらとか、ね、そうですね、やってるんですけど、うまいな。それでもね、
もすごい長い時間やってるんで、3時間4時間やってるんで、100本200本とかやってますよね。うまい、これはかなりやりこ…うわ、うまいっすね。やり込み感じますよね、動きに。やはりさらいます。おっと、使った下段。うお、ダイヤシ強いとこで起きますね。おっ、これ知ってますね。さあ、バイパー流、これはもう見せましたね、普段の。やっぱ竜ガエルいいっすね、見てて面白いっすわ。これは、あ、バイソン強いやつ来たな、これ。さあ、トモザ・バイソン。あ、これバイパーさんが切れるカーブですね。クソキャラってやつですね。まあ、バイソン戦やってんのは見たことないですね。あ、そうですね、ほとんど見ないですね。まあ、でもたまにあその、ひまわりさんと対戦してて結構終盤になってくるといろんなキャラを互いに。あ、そうなんですか。うん、まあ、たまに変なキャラです。さあ、しかしこれはかなりきつい、きついきつい。あーと、やっぱさあ、で、あー、飛びがいて、おっ、しっかり3段、これはピヨっちゃう。できるんですよね、友達は。あれ、グランドの3段もできますから。お、ネクリ、今のは見えない。表だー、すわー、死んだ。今のネクリ素晴らしかったですね。かなり見えないです。そうですね、もう前歩いてましたからね。はい、おお、竜巻は仕込んでる、かくって。ヘッドはガード。うわー、いて、いて、いて、下段ガードしてるぞ。さあ、スタコンがまだ溜まっていない。バイソンはここで溜まる。お、いいガードから投げる。どうすんの、ここから。うわー、表だった。めくり中パンが出てる。今大パンよく間に合ったな、裏も。わかんない。あ、いい勝負。うわー、あー、出なかったー。最後の波動、あの勇気、素晴らしい。さ あ, さあ、ワンピー側は今一周もう全員一回やったんで、ワンピーはもう2キャラ目か。2キャラ目からあの好きな方たち、あの出てる感じでいかがでしょうか。さあ、はい、ワンピー側の人、ワンピー側の人行っちゃってください。ワンピー側だと、ワンピー側でゲームをした覚えがある人行ってくれ。誰も行かないならハゲが行く。さあ、バイパー流に対してハゲさんが抜けを立って、さあ行く。さあ、キャラはどうするのかな。いいじゃん、ミヤさん喋ってよ。あ、チョズさんじゃ。トネピーがトイレタイムで。トネピーがうんこしてきます。なんと、ハゲダルシム、ハゲシムですね、ハゲシム。これはバイパーさんが切れないように祈るだけですね。さあ、体育ミスって投げられる。画面がグレーですね。さあ、見てからドリルはしない、避けるだけ。さあ、つまきぶち当たって投げ。右側の上位チャットっていうのは、あの YouTube とニコニコと同時配信してるんですね。知りませんでした。2つ流してる。YouTube で見てる人もいれば、おっ、なんか知らない間にナルシムが、あれはついてるね、ハゲ、ハゲインフェルノ。さあ、運が悪い。ライブスが裏に見ちゃって、さあ、スライディングめんどくせ。さあ、裏、さあ、ハゲ、もう一度インフェルノを決めたい。すごいところで当たりましたよ、勝負。さあ、ハゲにエージが溜まりそう。さあ、そろそろインフェルノができる時間になったぞ。さあ、出るのか、ハゲフェルノ。さあ、あとは、さあ、スライディング抜け。投げ返した、ハゲ。真空が怖くないみたいですね。投げ返しましたね。マブカップ、マブカップ日本代表は違った。ハゲシム、はい。中野さんはまだ、サブキャラさっき、ね、ミスったんでまだ生きてます。先ほど反則負けした。さあ、先ほどミスった中野さんが再びホンダで、さあ今度はダルシムに対して、
まあ、中野さんのホンダは誰しも結構やってるんで、ハゲさんがきついかなこれ。さあジャイアンの逃げろ、あおピロシ対策でホンダを触ったはず。はい、ダメダメなんですね、スライディング投げられちゃうんですよ。開幕テレポなんだそれ。あーやっかめんどくせえ。やっかなんかしねえぞ。さあどうすこい。基本的にこの組み合わせホンダは必殺技を順番に出してるだけでだいぶ強いです。さああの飛び対してなんか入れたいですね。あれしゃがみライパン入りますよ、頑張れば。そうそう、あ、まあ、来た。危ないよ。だからこれは終わった。今の1ドットしか削れなかったのは運なのか。妖精でしたね。カニシム死亡。さあ中野本田に対してバンピー側も、メインキャラを出していい。1つか残っておりません。さあ誰でもいいですよ。はい、さあマジックミラーさんがさあ、女の子リングムラウンド1ハイ。さあ、体育、チュンリーサマーですね。さあ、ホンダ、チュンリーはあーチュンリーがだいぶ有利なはず。が、処理の仕方を知らないと一瞬で死んでしまうのはどのキャラも一緒ですね。さあチュンリー側は弾を打たせて飛ばせて落とすスタイルじゃないときついかな。さあここでちょっと我慢、対空でしっかり落として左右を入れ替えたいんですよね。あーお、ラッキーラッキー、投げて死ぬ。持ってる。死んじゃったよ。基本的に一度に下がりつつ弾を打って落としてダメージを取るんですけれども、あれが落とせないと、あれを色々ビンタとかで落ちるんでね。あのでもダメージに行くわ。そうそうコパンより上じゃねえかな。あ、うまい。さあ頑張って、近い距離の時は大気功でいいんだけど、気功を打つのにも下がって気功を打ったりしないと問われやすいですね。ね、これで逆機構ね、飛ばれちゃうんですよね、あれね。さあ、いい戦列。まだこれ全然、あーっと今の落としたいですね、あれ、ああいうの。あー、頑張れ。粘って慣れたら死ぬ体力まで持っていきたい。お、これ慣れたら死ぬよ。あるよ、あるよ。オッケーオッケーオッケー、投げろ。あははははあるよ、これ。お、おみそ、気をつけて。頑張って。お、オッケー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 、いけ。あー惜しい。時間がなかった。ちょっと前押しがね足りなかったですね。まあありそうだったんですけどね。今もったいなかったですね。天皇さんがさあ、発天皇。さあ龍はさすがに、ホンダにかなりいけるカードなんで、ここは破天荒さん勝っていただきたいわ。さあ破天荒龍が。さあトネピーホンダでもちょっときついかな、やっぱ龍は。さあ飛び。さあここから昇龍拳しっかり。だから波動で向こう行けと。さあ真空が欲しくないですね。あっと、おいい昇龍。そして真空もチャージ。さあ今昇龍出なかったが、おっと今の昇龍出せなかったのはしんどいですね。さあファイヤー波動竜巻で貯めてゲージを貯めたいですね、この組み合わせ流的には。さああのホンダが前歩いた瞬間ぐらいにね、波動をもうペッて打てるぐらいの反応がないとホンダに止まれてしまう。さあゲージが溜まりそう、溜まった。あさ、おっと今のはさ昇龍出さないと死ぬ。さあ真空があるよ。あおっとやばいよ、寄ってる。
バナントの赤の本だ。あ、天候さん仕事できず。天候さんをやっつけた。さ あ, さあ ここで誰が行くのか。めんどくさいですね。さあ、ワンピーがちょっと残っているのが、これはもう明らかにね、あの本田側が不利な。さあ、誰も行かないのであれば俺が行きますけれども、あ、いいって、グッチさん。さあ、ホンダに対してはやはり剣か。さあ、長州剣。さあ、さすがにこれは負けてしまうとまずいぞ。さあ、結構ね、一方的に有利っていうキャラのぶつかりもね、嫌なんですよね。長州さんがとしてはもう失うものしかない、得るものはほとんどないですよ。本田側は逆に失うものがないと、もうぶつかるだけと。さあ、その精神状態が、あっと、大きな差。さあ、最後連覇。さあ、拍手してます、みんな。出ましたね、連覇。長州連覇ですね。さあ、昇龍。さあ、アントビー、あれはちゃんと勝利を仕込んでいるんで、本田側が、なんか、無敵技を出すと昇龍が出る。さあ、剣がだいぶリード。さあ、長州さあ、うやむやにしてごまかした。さあ、長州さんが勝利。さあ、中野さん、お帰りなさい。さあ、これは小手くんですかね。ワンピーがだいぶ減らしましたね、はい、さあ、小手くんですね。これは一応下がったとは言われている組み合わせではありますね。いや、まあ、6ぐらいじゃないですかね。まあでもなんか言わせると 6.5 あるぞみたいなこともあるというね。結構あのね、うん、上タイガーを読んだ飛びにジャンプ台系がこうって当たるんで、まあ、そもそもね、剣が、あー死んだ。おできる、練習してきた。やばい、あーそういうとこ。あれでもあれですね、サガットが弾打ち合うときって上で打ち合うじゃないですか。ああ、はい。その上の打ち合いを読んで飛んでればジャンプ台系が刺さる。まあでもあれ波動見てから打てばいいんですよね、結局。いい、そう、波動見てからペッて押し返せば五分なんで、そしたらそのうちジェノサイド溜まって、はいはい、打てませんねっつって終わるんで。さあ、ここから押し返したいですよ。あーっと、余計だ。これは長寿さん、さあ、長寿さん、これはもう待ってるだけか。さあ、龍拳のバックジャンプにタイガー合わせるのは難しいぞ。さあ、長寿待ってるだけ。体力がもう時間が、あ、なんかもう上を放置ですね、これ。放置ですね。投げ、投げてあるよこれ。あー、そうね、そうね、そうね。さあ、長州さん、ほっとしてますね。さあ、固定、下がって固定やられる。なんか、2P でやった覚えがあるなっていう人たち、はい、出ていいんですよ。いや、音がいった。お、ほぼさん、来ましたね。さあ、2キャラ目は、X チュンリュー。さあ、チュンリー剣は、さあ、天はワンチャンを逃したくない。おお、テンション。昇龍もね、今あったんですけど出した。さあ、山本さんね、かなり立ち回り上手くなってきてるんで。そうですね。長州さんは油断してるとやられちゃいますよ。さあ、たまった。あー、噛み合い、ね、どっか行っちゃう。おあー、ゲダーン飛びに剣が刺さる。さあ、長州さん、頑張ってください。ああいう飛びにも刺さるのが剣の強いところですよね、下段技なのに、なんかすごい判定が広いっていう。バックジャンプ、いい選択肢だと思いますけど。波動で画面端、これはきつい。画面端はきついですね。さあ、テンション割り切った。出してもテンション割り切った。さあ、チューチュー、ああ刺さって、ゲージも溜まりそう。溜まった。今度は噛み合いできるかな、できるかな。さあ、とめくり、今度は竜巻に変える。さっき投げられたから、ね、
なんかね、めくり当たりにくい場合あるらしいですよ、やっぱ。さすがに遠いか。さあ、あの一文字も結構勇気がいるんですよね。一文字もね、チュンリーが垂直してる間に戦列が維持されてないとは限らないので、着地ピッて押されたらもうおしまいですからね。さあ、ルキニア対した波動拳、ダイパンはいいぞ。山本さんいいですね、我慢強い。うん、いいんじゃないですか、押されすぎない。おー、痛え。さあ、スパコン溜まって打った打った。まあまあ、もう一回溜まるんじゃないですか、これは。溜まるまで待てるかな。どこで飛んでくるかな。遠い前で体力を削られないように準備は助からないといけない。さあ、画面端はもう飛んでくるぞ。うわーっと飛んでしまった。そして無理。うわー、惜しい。波動拳当たった。下段暴れ読みで待ってたんですけど。あー、怖い怖い。どうなるかな。たま、うわーっと、飛び道具と通常技は通常技の方が強いですね。歩き中足、はい、先に当たる。今の歩きは良かったと思います。さあ、誰が行くのかな。お、ハックくん、ハックくんがキャミー。僕がさっきキャミーを使わなかったのは、はい、キャミーステージだったから。あー、なるほど。の試合でそういう理由です。あと、あと、あ、ちょっとね、むずいっす。あの、間違えた時でしょ、バッティーが。あーっと、捕まって投げて、わーお、わーお、スピニングはちょっと読んでなかった。ちょっと怖い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 、危ない。今すげえ危ない。キャミー、だいぶ危なかった。さあ、引っかかってめくりには表。お、いいフーリガン。むずいですね、あの角度はむずい。投げがかくってるか、これ。さあ、画面端に追い詰めてるが、追い詰めてるが、投げ受け身取ってる。あー、出しちゃった。これは死んだ。はい、まあ、一説によるとスピニングでセーフという説もあるんですけど、ガードキックで逃げる、密着だとね。あ、うん、さあ、山本さんがやられて、スギちゃんが、スギちゃんが座って、ガイルですかね。ガイルかな。同じキャラ使ってもいいということで、Sバイソンでしょうね、じゃあ。いいの？あ、さあ、これはですね、さあ、またしても Sバイソン。これなんとなく中足打ってるとストレートに負ける時があるんで、ちょっと繊細な気持ちでいかないといけないですね。逆襲して、あーっと、フーリガンが出なかったっぽい。これはね、めくりにいけないですよ。さあ、あとは待つだけか。でも待つだけとかやってるとキャミーが死ぬんで、だんだん削られるね。攻めた方がいいです。あーっと、タンパがもうファイナルできますよ。あぶねー、危ない危ない危ない。ファイナルもう出るよ。あー、ほら、溜めすぎてましたね。まあ、これがあるんで、こういう、こういう人はさっさと殺した方がいいです。さあ、そう、ああいうやりたいことをね、やらせないようにね、さっさと殺した方がいいっすね。これは長尾と悪くない。そうね、待ってるよりはね、殺しに行った方が、あの、事故る確率が減るんで。これ39カウントとかになるとファイナルが来るんで、その前にね、どうにかした方がいい。お、これはラッキー。ああ、ファイナルをね、返したいとかいうこの欲望があるんだったら、あれ、いいと。今ハックがやったあの大キック、立ち大キック、大キック、あれ、なんか投げ暴れを潰すんですか。いや、投げてるんだと思いますけど、わかんない、ちょっと俺にはわからないけど。おお、危ねえ、ほらー、怖い。あ、おわ、さあ、なんと、溜めすぎちゃった。スギバイソンが、さあ、そしてクレジンさんが来ますね。スギちゃんがなんかファイナルまで貯めるのかなと思ったら、ファイナル手前で出してきましたね。なんかオア食らっちゃってましたね。はい、
じゃあプロデューサーの、ラルフィとスギちゃんのエスパイ、さっき文字上で見てましたけど、エスパイ戦線ちょっとむずいですよね。なんかちょっと技の出し方ちょっと変えないといけないから、そう、ファイヤーの打ち方すごい難しいのと、あとは何でもかんでも相打ちを取られてダウン、そうなんですよね。ちょっとね、なんか繊細さが違うなって思いましたね。まあ、有利には有利なんですけど、ダルシムがなんかやり方が変わるなって思い、わあ。ファイヤーで際に刺さる。ダイパンが当たらない前はもうファイヤー打っちゃっていいかなっていう感じはするんですけど、ストレートで相打ち取られるんですかね。ああ、どうだろう。読みで出されてると多分当たるんじゃないですか。まあファイヤー打っといた方がいいような気はしますね。そうですね、打った方がいいと思いますね、これは。飛ばれても穴の前なら何も届かないんで、まあ打った方が、まあ打った方がいいと思いますね、これは。打った方がいいと思いますね。まあ基本的にダイパンガードさせたら打っちゃっていいのかなっていう感じはしますけど、ダメなんだな、微妙っすね。ってことはダイパンからダイパンとかそういう読み合いになるのかな。あー、なんかに相打ち、ダイパンガードからもう一回ダイパンみたいなのやると、あのオアーに刺さるってことですかね、ファイヤー読みで出されたときに。さあ、ワンピー側が、あとは、小江戸友座闘魂グッチですかね、はい。小江戸友座闘魂グッチで、これは、小江戸さんが、おそらく、あ、緑の方、うん。ベガーだと思うんですけど、これは、もう投げられたら終わりですね。ニアさんはさっき来たんで、さあ行けるか、スギちゃん。うわー、行った行って、早くて死んだ。しかしさすがにここは小江戸ベガなんで、あー引っかかる。コパンで止めて大キック、ヘッドが待ってる。投げ返す、投げられる。死んだか。5-5、削り切らない。ちょっと、あーっと、あー怖え、怖え、怖え。しかし体力、なんでこんなことになってんの。2ドットぐらいまで。うわ、ヘッド。なんか普通のダイパン出した時だけなのにめちゃくちゃ減りましたね、さっきね。あー、ヘッド、ヘッドは、ヘッドの当て感はいいですね。ね、入らない。ダイパン強くない、早いの。5。あー引っかかる。裏に行って戻ってきて、あー、スライディングに。これは、いやー怖いー。ダイパン、あれは確定。画面端があったんだね。はい、スギちゃんがいい感じ。ダイパンいて、す、ダイパンおかしくない、めっちゃ減ってない。すっげー減ってるけど、ダイパン。さあ下からいった、死んだ。これはさすがの声止めが、今後はミスる確率かなり低い。まあエスキャラは攻撃力が高いという都市伝説がね、高いのかな、あるんで、根性値がかかりにくいとか、なんかそういろんな説を聞きますけど、まあ全体的には減るってことですよね。そう、なんか攻撃力、まあデータで見ても確かにちょっと高いんですけど、ランダム値が低いとか、ああ、まあそれもあるかもしれないですね。なんかまあ なんかよくわからないけど、みんなの経験のあれでは、まあなんかダイヤショーがなんかすげえ減るとか、そう、そういうイメージあります。さあ出てきたのはデレロ、うわー、あ、なんか大攻撃がとにかく減るんですよね、Sキャラは。大攻撃がね、とにかく本当減ると思います、僕の経験上は。 Sサガのジャンプ大キックとかいかれてません、だってS 龍拳の大キックもすごい強いですし、ダイヤ縛られれば超、そう、やっぱ大攻撃だと思うんですよね。投げて死んだ、お見事。さあデレロー龍がめくりから投げ、投げ中 W2 かな。さあ中サイト、さあ飛んで、あーわーっと刺さる。置き攻めはそっち、戻ってきた。さあカニ引っかかっちゃう。昇竜ガードしてるぞ、大キー。さあこれはもうカニがうまくて、さあデレロ竜やられまし
2P 側はバイパーさんと茶丸さんと中野さんと金子さん、中島さん、川島さんですね。あとは残ってるのお茶る丸さんも残ってますね。はい、中島さんがこれは何で行くんだ、ホンダで行くのか、ガイルで行く、ガイルで行った、ガイルで行きました、ね、今度は川島がうんこに行きました。お、データ見てますか。あの下がったのジャンプ大キックは30ですよ、はい、よく知ってんじゃん。それだけ調べました。 S バイソンの大パンチも30。あ、やばいっすね、通りで減るはず。ちなみにバイソンの大足は32です。あれ減りますよね、投げと同じ。そう、受け身が取れない投げる。 X バイソンの大パン大キックはね、ほんとすごいですよね。32っつっても防御力の補正があるんで32は減らないですよね。32から防御力を減らしてだいたい20いくつになりますね。へえ、そういう計算なんですか。そうです、昔の表記はその普通のキャラに対するダメージを表記してたんですけど、なんか竜とかで調べてるってことですかね。今はその防御力を無視した値があそこのサイトには表示されてます。解析して多分、まあ、まあまあそうでしょうね、乗ってるんでしょうね。めくりが当たる。おっと、中島何をやっている。長州さん、人に言っちゃダメです、それ。あの、コパコパダブルで勝ちやん、あんな。あー、死んじゃう、死ぬよ、中島。あー、これは裏剣、危なかった、危ないところでしたよ。さあ、YouTube、Twitter、ニコニコで配信してるんですけど、3つで配信してるんだ、すごいな。一番少ないのがツイッチでした。意外ですね、ツイッチね。 YouTube じゃないんだ。十何人しか見てないですね。 YouTube は20人ぐらい見てる。なんかね、配信といえばツイッチなんですけどね。まあね、格ゲーバーはそんなイメージなんですけれども、実際スト2見てるのはあんまり格ゲーとか興味なくて、昔やってたとかそういう人が見てるのかもしれないですね。ニコニコの方がいいのかもしれない。なんでニコニコが、おーっと、これは、お、中島しっかり、今度はなんか嬉しそうだぞほら、ちゃんとやら出るんだぞ、俺らみたいな顔してますね。おー、俺、言えるもんなら言ってみみたいな。よかったですね、今のは。この金子との違いを見せつけてみました。1P 側、あとは友座さんと闘魂さんとグッチさんの3人ですね。3人で仲良く相談して決めてほしいんですが、闘魂行くと死ぬんで、友座かグッチ行ってください。闘魂だけはないですよ、絶対負けるから、ガエルに。なんか、なんか長州さん厳しくない。いや、マジで闘魂さんガエル勝って見たことないもん俺。闘魂さんもそうやって、まあ、控えてやってるイメージがあるからかもしれないけど、闘魂さんそうやってこう、なんかニコニコ言われるままでいっちゃダメですよ、こう。いや、マジガエル戦やってないからダメだって。もうこれね、なんなんすかね。さあ、でもいや、マジ、ま、友田さんが行きましたね。流線とかだったら別に全然行っていいと思うんですけど。あ、そういうことなんですか。ガエル戦はないですよ、ちょっと不安。不安、めちゃめちゃ不安。そうなの？死んでしまう。さあ、わーっと、うおー、なんかもう全部潰してますけど、これは様が入る。まあ、この組み合わせはガイルはめちゃめちゃ難しいです。そうなんですよね。超極めたらガイル有利かもしれないんですけど、極めるまでがね、極めた人はいないです。一番近くまで行ったのが無敵でしょうが、それでも平には分が悪かったんじゃないのかな。まあ、平さんはね、ちょっと異次元だったんで。お、いいリバーススピンだ。これは厳しそうですね、だいぶ。うわー、分かんなくなってきた。さあ、遅らせ中足。これはガードしてる。ライトメアから、おっと、うわー、いや、中足悪くない。投げがね、見えたんですけどね。あ、そうですよね、あのタイミングで打たないと投げられちゃうんですけど、はい、もう見てからで打せないですね、あれガイル。そうですね、 YouTube と Twitch はリアルタイムで、ニコ生累計っていう、ニコ生はそのあたりなんかうまくやってますよね。そうですね、まあ累計っつってもどうなんだろうね。通りすがりでなんかニコ生クルーズみたいので、なんとなく来た人もなんか含まれるんで、そうだね、まあ、やってる側のなんか気分が良くなる。さあ、これはガイル、中島頑張っている。おー、いい中足から、あー、間に合わない。さあ、ゼロドット、どうだこれ。おー、しっかり最強対空が出た。さあ、あとはグッチと闘魂だが、まあ、闘魂大将でいいでしょうね。俺、俺、うん、うなずいてる。俺は大将の格があるんだと、山狩りにあるでしょう。まあ、ガムジャッパリーダーですからね。そうですよ、マオさんまで加わりましたから、ね、そうだね、まあ、マオより上ですからね。最強集団になりかけますよね。もう、ね、マオだけのチームだったら気がしないでもないんですけど。いや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 、
闘魂さんの人徳があってこその真央さんですからね。なるほど。だって来年のファイブオンは誰が入ってくるのか、まあ、ガムジャパがどういうメンツで来るのかが割とね楽しみですよね。楽しみでありますよね。結構ね話題にはなりますよね。そうですね。誰を今度は入れてくるのかと。巨人軍みたいな感じでね。そうですね、まあ、無理やり FA 誰だ次はっつって、ああうまい、まあ、そこさ無理やりでもチームをちゃんと作るのはすごいですよ。偉いですよやはり。マジでそのあたりは本当に俺なんか別に自分から組むことないんで、めちゃめちゃそこさすごいと思ってますね。本気でカリスマ性がね、カリスマというか、ね、カリスマはないんですけど、その動くところがすごいですよね。あるって言ってあげないよ。あるわけないじゃんネタキャラですから、ね、それも ネタになるのがないんだけど、それでも別にだからといってやめないところが偉いですよ、東郷さんの。別にそのあるかないかは別にどうでもよくて。中島さんが2ラウンド目は完璧っぽいですね。さあ、ウッチもガイル戦は結構やってるんですけど、金子とこれあるよ。おっと、ダブルサーブ出さないと死ぬよ、それわかんねえ。おお、今のリバーサーダブルを出さないのはどうなのかと思いますねお、落として、いや投稿あ、死んだ。わあっと、今のももう下段ダイヤシ立つだけやりましたけど、ガエルのサマーの硬直ダイヤシだけ入れてサギ飛び入れっぱで入れた方がいいんじゃないのっていう、と長州の研究の成果ですね。うわあれね、打点が最下打点になるので有利フレームが多くていろいろできるんですよね。あの2ヒットとかになった時もいけるんですか。そう別に2ヒットじゃなくてもいけるんで、基本的に単発だとすごい低めになって、違う単発で割っただと2分の1で、公職だったら単発でも確定なんですね。あ、そういうことなんだ。で大体公職なんで、じゃあ中大で当たっちゃうと、例えば2ヒットとかで台足当てた時は2分の1ってこと。それは確定、うん、要は公職中と一緒だから、コンボ中は。あ、そうなんすか。そうなんだ。さあ、うまい、っと怪しい、うまい、最大入れたか今の。うまいっすね。狙ってるのすごいですね。いや結構ね、グッチさんはバルログ戦なんか やってるんですよ。やってんの、すごいね、頑張ってやってます。いやなんかあの、そういうことオペマイさんとか真央さんが来るたびに結構やってて。あ、そうなんだ。そうで、いや間違ったことはしてないんだけど、なんか向こうがよりクソな行動してきて死ぬみたいなの、ちょっと無念な感じをね見せてるんで。まあそうですけど、まあ伊藤龍の真似をすれば割と戦えるはずなんですけどね。あれは人読みも入ってるしね。まあでも人読みさえあればあの、できるパーツなんで。いやね、難しい。これですよね。そう、これの後の仕込み竜巻でしたっけ。うわー、ナイスガード、セーフ、ナイスガード。さあこれはどっち今のは上に逃げた方が良かったんじゃないのかな画面端なんで、画面端の方に飛べばとりあえずガードはさせれるはずなんで。危なーい、危なーい。おっと、見えなくて、あるのかこれ、早くて、危なーい。竜巻は間違った。おー、持ってた。どっち、わかんない。あー、噛み合って、投げ返す、しかし安い。あ、怖い。これはどうだ、昇竜かな、死んだか。さあこれ竜巻投げられる。難しい、仕込んでなかった。いや通常めくりをしたんですけど難しいんですよ、通常めくりするの。いやだから通常めくりしても竜巻仕込んでれば大体出るんで。いやそうなんですけど、さあ来ましたよ、闘魂が気合入ってます。いや空回りするんですよねなんか厳しいよねいちいち厳しいよね。東郷さんでも結構昔から知り合いなんでね。本当に。お、うまい。いいですね。あのね、画面端でチュンリーがバルログ投げた後、本当にやること、おー、やる。いや、本当にやることないっぽくて。やることないっていうの。いや、あのバルログのリバサチューズメガードさせられちゃうんですよ。別にいいじゃないですか。いや、あれどうにかしたくないですか。でも相手の撫でかくより全然いいじゃん。まあね、他のキャラ相手撫でかくだからね。そう、いや投稿さんここまで完璧だったが受け身がない。いやまあ画面端、ああそれはやる必要のない気候圏。さあ
画面端引きこもっちゃえばね、結構。おお、怪しい。上から来たー。どっか行っちゃう。うまいですね、今。悪くないですね、今の。今良かったと思いますけど。さあ、今度は。わーっとー、ガムらない。大人ですね。あ、子供でよかったんですけどね。さあ、これ、おちゃる丸もしか決めちゃうのか。あるか。エキシビジョンはないぞ。うわー、いい。と、闘魂ビントからガム。で、これなんですよね。なんかね、あれ線列維持してバッてやってもダメなんですよね。うわーっとー、あー死にそう。これは投げに行く。なんか出ちゃう。投げられる。なんか爪があっちにある。投げ返す。拾われる。さあ、パニクってるのはどっちだ。いや、どっちも。いや、わかんない。怪しい。運がいい。いやいや、狙ったって、狙ったって。いやいや、なんか勝手に出たっぽいよ。いやいやいや、狙ったよ。向こうに行くのを読んで狙ったんだって。まあ、闘魂さん、なすすべがなく得られるかと思わせておきながらしっかり勝って。まあね、あと何人？総帥だからね。あと4人しかいない。そうですよ。さあ、いきなり金子から。バイパー、中野、金子、川島。あー、これは厳しいものがありますね。ちょっとね、これちょっと闘魂さん生きる可能性出てきましたよね。出てきた？はい。やっぱり川島さんもなんかさっきやってたけどちょっと負けちゃったって言ってたんで。でもとりあえずこの金子を超えられない気がするんですよね、俺。本当ですか？あ、まあガイル戦に不安に来っていう。そうなんですよ。不安だらけなんですよね。さあ、しかしここまではうまいぞ。ええやんけ。よく抜けた。ガイル戦自信に来か。さあ、俺の予想を覆すか。さあ、いける可能性出てきました。これは見せてくれるかもしれないですね。お、うまい。そう、いい空対空。さあ、中足当たって。今のはまあ必要経費でしょ。まあでも戦列があるんでね、これ。闘魂戦列が火を吹けば先ほどのように。いやー、攻めづらい。難しい。おっと、あーあー、美味しい。これは美味しいぞ。投げて、投げて。サマー警戒。さあ、時間を使っていけるか、闘魂チュンリー。これはもう奇跡。これはいい。慣れたら死ぬ体力。だいぶ闘魂ですよ。さあ、ここは、あーっと、これ相打ちでもいいぞ。だいぶオアですね。あー。さあ、これは終わりでしょうか。おお、私。最大の壁を越えたか。さあ、利根川が自ら行く。何使うんだ？キャミー、ダルシム。闘魂、ダルシム戦は結構やってんですよね。あ、HG でダルシム戦をやる。まあ、それは、あ、そうか、それで、わざわざトネピーやダルシムを選んだあれだと。米崎ダルシムと HD で戦うということで、まあ、HD ちょっと違うゲームになるんでね、どうなんだろう。あれ、闘魂さん。さあ、この調子では HD もやられてしまうかもしれない。やられないところを見せてくれ。さあ、この組み合わせ、ダルシム側が攻めないとダメなはず。ドリルが結構チュンリーは返しづらいので、ドリルで甘えていくのも一つの手です。さあ、最大。おお、投げる。さあ、ドリルに対してチュンリー側は引きつけてテンションを出さないとダメなんですけれども、まあ難しいですよね。レックに対するカラキャンテンションみたいな感じで。さあ、か、投げる、ガムった。いいガムリっぷり。やっぱ闘魂さんといえばガムシャラですからね。ガムシャラ投げ。さあ、適当にボタンを押してるように見えるが。さあ、戦列が溜まりそう。溜まった。さあ、当てることができるか。熱ーい。お、いいダイパン。いいゲン。これ投げられたら両方とも死ぬので、チュンリンも気をつけてくださいね。これ、ダルシム投げくらと死にますよ。まあ悪くはなかったですね、内容的に。最後も戦列が最後出そうだったんですけどね。さあ、今日はあれはないので終わりです。
何を宣伝したいの？あ、HD の闘魂対米崎を、闘魂さん、日にちは今週の金曜日、ちょっと日にちわかんないけど、お、何時から？22時からだそうです。22時から、はい、どこで配信すんの？はじさんというプレイヤーがいまして、はいはい、はじさんの、ツイッチかわかんない、あ、YouTube チャンネルが、お、はじ DJ の YouTube チャンネルで、金曜日の22時から闘魂が10先をやるらしい。はい、まあ今の感じだと負ける可能性が高そうなんで、頑張って練習してください。で、ハジさんのとか分かんなくても、ジャイダルさんが多分宣伝を多分してるんで、ジャイダルさんのツイッターとかを見に行けば、で、ジャイダルさんが、まあ、解説すんの？自分のチャンネル、ツイッチだと思うんですけど、それで音声だけ配信。はいはい、音声だけ配信するの？まあ、だから、あ、声、実況すんのね。ハジさんの配信を見ながら、ジェイさんがちょっと喋るっていう感じで多分やるんじゃないですか。ああ、同時配信ではなくて。だからまあ、二つ窓開いておけば、あ、ジャイアンの続舌が聞けるということですね。実況がちょっと遅れるんですけど、多分。まあ、それでも聞けるっていう感じですね。ジャイアンは結構ネットで活動を一生懸命してるみたいですね。で、まあ、結構頑張って練習してるということで。さあ、じゃあ今日は川島相手に練習をしてください。今日川島取り合いですね、じゃあ。はい。ハクくんも、じゃあハクくんに譲って、あとは、じゃあ僕もできるから、キャミー戦とねとねしむ練習した、キャミー戦した結構なんか教えてやった、今日結構いけてた。どんな感じでした？いけてた。いや、僕がお前がいけてたの。僕がいけてたさあ、キャミーナルシムはキャミー有利説を僕は唱えてますが、ハナシーさんもそう言ってますね。ていうかね、俺が見てる限りだと圧倒的神が勝ってるから、僕はナルシム有利だと思いますけど、キャミーが生まれてるとこほとんど見たことないからね。マッツンキャミーが誰し生まれてるとこ見たことないし、昔いた中キャミーも全然生まれてなかったから、誰がキャミーに勝つんだっていうぐらいの話だったんで。いや、ダルシムです。まあまあまあ、なんかあれですよね、なんかフォークダルシムとかと一緒ですよ。いや、フォークダルシムよりも返しにくくね、フェウリが。いや、なんかもうなんかある程度勝てる流れになったらキャミーが勝っちゃうから、そういうことなんです。で、配信はこれはずっとやるんですか？あ、配信台で誰か対戦してください。まあ、ハック君はやらない方がいいかな。闘魂さんやるの？そこでなんかニコニコしながらやろうよ。なんか めちゃめちゃ悪なくせにご機嫌がいいな、お前写真はじゃあ負けた闘魂を倒したトネピーの写真でも撮ってるよ。何がしたいんだよ、お前は。その変な色の剣使うなよ、お前。ニコニコしながら探偵配線始めて、しかもキャラ間違えるというね。さあ、闘魂何を考えているのか。じゃあ、闘魂チュンリーをこの配信を見て、米崎ダルシムさんは対策をしてください。見てるかどうか分かんないですけど、はい。
Japan!
Round
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Japan! Round one, fight!
Fire! 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 Fire!
Fire! 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 F